曜日ですが、日曜日スペシャルということで、ダイアナの泉を弾いてみます。明日から楽しいレッスンが1週間がスタートします。ピアノにはいろんな奏法があります。左手でメロディー、右手で伴奏、交互奏、トリル、モルデント、ターン、実に多彩な奏法があります。フレーズを歌いながら弾いてみることで表現豊かに弾く能力も身につきます。ダイアナの泉。ならないように気をつけましょうね。